その悪口を言って地獄を集めるとさ、例えばさ、名前が暇空茜とかね、ヘズマリュウとか、レコレとかね、まあ、そういうことでしょ。ホリケン VS 落合陽一さんが、だいぶ、進行していったということでございまして、最終的に終戦までいったということで、まあ、その経緯を追いつつですね、結構ツイッターで今話題を席巻しているので、まあ、私もいろいろ思うところがありましてね、そのことについてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。私の立場を言うと、もともとホリケンの友達であって、まあ、落合陽一さんをちょっと茶化したような記事とかもまあ面白いなと思って見ていたと。で、ホリケンのノート購読者でもあり、まあ、友人でもありますと。で、落合さんとはまあ認識はありませんけれども、まあ、非常に先進的なことをやられている方なんだろうなという認識。で、私もちょっとホリケンの仲間みたいな感じで、こう、メンションを受けたりしてね、話すような主体として意味はあるかなと思って話しているわけですね。で、発端はですね、5、6年前にね、ホリケンがその、それサバの話だったのっていうね、記事を書いて、ウィークリー落合ってはっていうチャンネルがあるね、ニュースピックスのね、それのチャンネルが、まあ、非常にこう、コントみたいで面白かったと。で、落合さんの言ってることっていうのが、全体的にみんな分かってないのになんか分かったふりしなきゃいけない雰囲気になっていて、おもろかったみたいなことを書いたわけね。その風刺が効いた感じで、まあ、一つの出世作になっていると。で、それしたらその記事を消せみたいなことが、ニュースピックスの運営会社から来て、訴訟とかをちらつかせて消すように迫った。で、ホリケンはそれを拒否したというのが、まあ、6年前。落合さんにはホリケンはブロックされていて、それを機に、ホリケンは炎上するから有料で書くノートっていうのを始めて、まあ、それは私、初期からの購読者で、月500円かな、一記事300円とかっていう、まあ、それで、まあ、インターネットで、まあ、ちょっと、いろいろ面白い人を取り上げるという、まあ、ちょっと悪意のあるね、悪質なコンテンツ を運営していたというのが、まあ、この6年ぐらいの流れ。で、まあ、いろんな人を取り上げてきたんだけども、まあ、それなりに有名な人もいたかな。ただ、その、主には、界隈のマニアだけが知ってるみたいなのをホリケンが発掘してきて、すんげえ面白いやついるわみたいな、レンタルなんもしない人に憧れて全然できなかったアホみたいなやついるわとかっていうのを発掘してきて、こんなウケることやってたわみたいなことをシェアして盛り上がるみたいな、まあちょっとあんま趣味良くないんだけれども、居酒屋の陰口みたいなね、まあやっていて、まあ、特定多数が買っていたと、そういう状態だと思ってるんだよね。で、まあそれが5、6年ぐらい続いてたんだけれども、で、まあ来る気良き2チャンネル無理でね、おさわり NG という感じ、本には伝えないというのをやってきたわけだよね。実はなんか歴史が修正されてて厳密に違うところもあるんだけども、本人には伝えないでバカにするみたいなことをやっていましたと。悪質はそれを主張して喜んでいました、私も含め。で、それを、まあ、今回ね、こうちゃんっていう人、元クイズノックの人の YouTube がつまらんみたいなのって、まあ、盛り上がっていた。で、その記事が売れに過ぎちゃって、本人に伝わっちゃいましたよと。こうちゃんは本人は、に覚えがあるんで、まあ、今後は改善していきたいですみたいな感じで、まあ、言ってたわけね。まあ、平和的に、こう、なんていうか、シェアだと。まあ、それどこまで本心かわからないし、で、ホリケンはそれに対してはごめんなさいみたいな感じだったんだよね。で、そしたらね、まあ、いろんな人が賛成してきても、ホリケンこんなけしからんみたいな。まあ、今、誹謗中傷ってもう良くないみたいな流れなんで、俺は、あの内容ってのは誹謗中傷ではない。と思っているんだけれども、人の悪口をシェアするって金稼ぐなんてけしからんみたいな感じでバーッとホリケンに意見が飛んでいく。で、そしたらそのうちの一人が落合陽一さんね、その6年前にホリケンからの攻撃を受けた落合陽一さんですね。それがね、落合陽一さんがもうめちゃくちゃブチ切れてて、ホリケンの利害関係者、ゆる言語学ラジオの水野さんとか、ホリケンがなんか寄稿した学会誌とか、あなたはそのなんか誹謗中傷でその稼ぐことを容認してるんですかみたいなことを飛ばしまくっていて、狂気みたいな状態になっていて、まあ、それ私見ていて、ある種のこうなんていうか、信念を持ってやってるんだなっていう気はした。まあ私が思ったのは、自分が茶化されたことが許せんっていうことなのっていうのが一つあって、まあ、それでブチ切れてその消せ消せ言って回るっていうのは良くないっていうかね、政府の仕事とかもされて、内閣府の仕事とかもされてるわけです。で、それっていうのはその風刺も含めて批判を受け入れる立場だと思うから、その自分が茶化されたとかっていうのを、その手段を選ばずに言ってもらったら良くない。特にホリケンの内容っていうのは誹謗中傷には当たらないと思っているので、良くないと思いました。まあそれなんだけれども、その、これはさすがにまずいっていうかね、関係者に迷惑かけるとまずいということで、ノートを出しましたと。趣旨としては、私のノートは誹謗中傷ではございませんと。コンテンツ批評、内容の批評であると。これは私は的を置いていると思っていて、例えば、こうちゃんさんに対して、こうちゃんさんの企画がカスなんであってっていうふうに言ってる。確かにそれはね、その通り見返していただけばわかるんだけども、この企画がカス、動画がカスと言ってるわけで、その本人はカスとかって言ってないわけ。それはホリケンはその LINE をちゃんと分かっていて、
コンテンツの批評なんですというのが一つ、で、まあ、二つとしてはその私個人の話なんで、関係者に対して攻撃したりするのは一線を越えているのでやめてくださいと、日本ではそういったその死刑、ね、リンチは許されていませんということですね。落合さんは僕を悪と決めつけ、さらにコンテンツにかかった全員が後味悪くすることを望んでいるということですね。で、嫌がらせめいたツイートを飛ばしまくっていると。この状況が続くようなら対抗するということですよね。誹謗中傷しているだの事実無根ですので、これは名誉毀損だと営業妨害でもあると。落合さんはこの死刑をやめるまで法廷で戦うつもりだということですね。で、4つ目としては、まあ、心から謝罪するので手打ちにしていただけないかと。泥沼の法廷と突入してもいいことは何もないと。僕は落合さんの茶髪記事書いてごめんなさい、不快な思いさせてごめんなさいと。なんで許してもらえないかということを堀健が打診しましたと。で、まあ、これ堀健の非常にポイントなんだけれども、内容が間違ってましたとかっていうことじゃなくて、会員させて申し訳ございませんということですよね。まあ、堀健が非常に大人の対応をしたと思ったましたね。私は落合さんがそれに対して記事を最後まで拝見させていただきました。手打ちにしましょう、私はあなたが好きですと、ね、いうことで、私は真面目にやっていること、茶髪コンテンツは嫌いであると。芸風は節度によってはあってもいいかと思う。まあ、要するにその悪口という触れ込み、ネット上の罪毛量が引かれてビジネスになることが良くないと。炎上すれば人のみの興味が引かれ、そこでビジネスが始まること、それは耐え難い苦痛だと。で、私や落合さんや落合さんの周りというのも、堀健の記事以来、そういった霊障とか悪意にさらされてきたと。このマガジンが始まったのも落合さんの茶化した記事だと。で、落合さんが、まあ、真面目にやってるんだ私はと。で、真面目にやってるのに茶化さないでほしいというようなことですよね。燃えれば燃えるだけ地獄を集めるような構造は私ネットのガンだと思うと。それで特殊な対応を取ったみたいなことをおっしゃっていると。まあ、堀健はもうそれありがとうございますみたいな感じで、この戦争は終わりましたというのが一連の流れです。事実関係がここまでで、私の意見ですけれども、落合さんの対応というのはやりすぎだったと思うし、なんだけれども、その一種の狂気というか信念みたいなものを感じましたね。悪意でもって何でもかんでもヘズマリオみたいなね、そういうコンテンツがいいんだというふうになっていくのは非常に危険だというような思想が根底にあって、ホリケンの要はそれだということを思って、これは止めなければいけないみたいな信念を持っているというふうには感じました。ただ私は内容は嫉妬であると思います。つまりそのホリケンのノートというのは、悪口を言って地獄を集めるものではないんだよ。むしろその悪口を公で言う、を集めるとみんなが不幸になるから、でもただしそういうコンテンツというのは自分は好きだし、そういうコンテンツで育ってきたと。で、そういうコンテンツを出していきたいということで、その悪口を言って地獄を集めるとさ、例えばさ、名前がひまそらあかねとかね、ヘズマリュウとか、レコレとかね、そういうことでしょ。なんで、それは違うじゃんと思って、週刊誌とかね、わかんないけど。ホリケンのそれっていうのは全然違うものだと、私は思っているわけね。内容をちゃんと読めば違うわかると思う。コンテンツを批評しているものであって、落合さんがホリケンを標的にしてるのは自分がターゲットになってムカついたからだろうという、その認識は消えないですね、今のところ。結果的に手打ちは良かったと思うけれども、ホリケンのこの、なんていうか、表現っていうのはこれから、かなり大幅に制約されることは免れないし、まあ、キャンセルカルチャーみたいなことになったなというようなことは思います。はい。で、やるならひまそらあかねとかヘズマリュウとかにやと思うっていうか、なんでホリケンやるんだって言った、自分がやられて嫌だったからっていうことだよね。その内容っていうのは悪口を言って地獄を集める、ホリケンは落ち合い陽一集めれば数字上がるやろっていうふうにやってるわけではないと俺は思っていて、その落ち合い陽一さんのやつを見てたらたまたまおもろかったと、これは取り上げた方がいいということで、彼のネタ帳の中で出した作品なんであって、まあ、それでもちろん不快になる場合もある。だから不快にさせて申し訳ありませんって話なんだけれども、なんでね、ちょっとそこら辺はちょっと作戦としないな。なんでその内容的に言ったら、まあ、いろんな人が指摘してるけども、私もね、仲良くさせてもらってますけど、ひろゆきさんとかね、とは親しくしているわけで、ひろゆきさんってだって2チャンネルを放置してるみたいなね、そのいう方だというふうに、まあ、一般には評価されてるわけだね。じゃ あの2チャンネルの賠償金払わなくていいんですかみたいな話ってよく言われるわけだよ、ひろゆきさんは。で、落合陽一さんはひろゆきさんと仲良くしてる。で、その誹謗中傷で地獄を集めて稼ぐビジネスなわけじゃん、言えばね。で、その賠償金をこう放置してましたっていう方と仲良くしてるのはどうなのみたいなこと言われるわけね。で、なんでホリケンに行くのって言ったら、やっぱり自分がやられてムカついたか、それ以上あるのかなっていうのは、疑問に思わざるを得ないところですよね。